はベーシストの中村です。今回はスケールのポジションについて説明したいと思います。ベースというのは同じ音でもいろんなポジションで出せる楽器で、今演奏したように同じスケールでもいろんな節が考えられるということになります。今回取り上げるフレーズはブルースでよく出てくる定番のベースラインなんですけれども、まずは3弦3フレットに中指を置いたポジションで演奏してみたいと思います。それでは続いて3弦の3フレットに人差し指を置いて演奏してみたいと思います。はい、今弾いたように左手でしっかり押さえて右手でピッキングするっていうのを繰り返して演奏すると、そこまでニュアンスの違いが出ないように感じるかと思うんですけれども、縦に移動していく3弦3フレットのポジションでは今まで通り、続いて人差し指を3弦3フレットに置いた横に広がったポジションではスライドやハンマリングのニュアンスをつけて弾き比べてみたいと思います。同じフレーズでもこうやってポジションを変えることによってスライドやハンマリングのニュアンスが出しやすくなったりするということです。なので今まで自分が弾いてたようなフレーズでもポジションを変えることによって新たなニュアンスの違いが発見できるかと思いますので、いろんなポジションで演奏するっていうのを試してみてください。